日米両国が中国への警戒を強める中、今日屋久島付近で中国海軍の測量船が日本の領海に侵入したということです。これは防衛省が公開した中国海軍の測量船です。今日午後8時前、昨日午後8時前、ガジャ島の西で領海外側の接続水域を北東に航行し。 今日午前0時過ぎに、屋久島町の口の選ぶ島の南西で領海に侵入。およそ3時間後に屋久島の南側で領海の外に出た後、南東へ移動しました。政府は外交ルートを通じて中国側に懸念を伝えました。防衛省によりますと、鹿野谷航空基地所属の P1 哨戒機も現場海域で監視活動や情報収集に当たったということです。 防衛省によりますと中国艦艇による日本の領海侵入は過去8回確認されていてそのうちの6回が屋久島付近の海域でさらに6回のうち5回は去年11月からきょうまでの1年間に集中しているということです。